清四、四戦争は、1841年5月から1842年9月に、かけて、中国の新朝及び、チベットと、北インドの四ク王国との間で行われた戦争。四ク軍が、四ク王国の風神だったジャンムーのドーグラーサの、軍勢を主体としていたため、ドーグラー戦争とも呼ばれる。ここでは、ドーグラー軍も一括して、四ク軍として扱っている。 グラーブ・シング18世紀以降、新朝は、ジュンガルを、清し、ジュンガル戦争で破り、チベットを支配下に入れていた。19世紀になっても、新の支配は覆らず続いたが、同世紀諸島に、ヒマラヤ山脈の南、パンジャーブ地方に、宿王国が成立していた。1808年、宿王、ランジート・シングは、ヒンドゥーのラージプート・ドーグラー・アサの支配していた。 ジャンムーを征服した。その後、ドーグラー・アサは、ジャンムーの領主として、四国王国の風神になった。1834年、ドーグラー・オーグラー・ブシングがラダックに侵入して、これを併合。その住民の多くがチベットに亡命した。この結果、チベットとラダックを走る、交易路が切断された。要請した、ダライ・ラマ10世の治世晩年の話である。当時、 宿王国の武将ゾーラー・ワルシングは、ラダックに駐屯しており、バルティスターンを征服した。彼は、バルティ人を軍隊に引き入れ、軍は、ドーグラーのジャンムー、キシュトアール、ラダックからの兵士が揃っていた。その軍勢は5000から6000に及び、1841年5月に3つの渋滞に分けられ、チベットに向けて進行した。ゾーラー・ワルシングは、 チベットの防衛が弱いことを知っていた。この時期は、ダライラマ空位の時期でもあった。そして、ゾーラー・ワルシングに指揮された軍勢は、チベット西部のガリ地区に侵入し、戦争が勃発した。マーナサロー・ワルコ渋滞の一つは、ラダックの王子のノサンガムに引き入られ、インダス川からその水源であるマーナサロー・ワルコに、向かった。グラーム・ハーンが率いた300の渋滞は、インダス川の南。 カイラーシュ山脈に沿って進んだ。ゾーラー・ワルシング自身は3000の軍勢を引き、広大で美しいパンゴン湖に位置する高原に沿って進んだ。彼らは武器の品質のおかげもあって進行をうまく進めたが、チベット人はゲリラ戦術と地元の地形の知識を活かして抵抗した。チベット人の抵抗を接見した後、3つの渋滞はマーナサロー・ワールコを越え、 ガルに駐在していたチベット軍を破り、その地を支配下に置いた。チベット軍の司令官は、タクラコートに逃げたが、同年9月6日にゾーラーワルシングはその城を吸収した。その時、チベットの施設がネパール王国の王の代理としてきた。タカラコートからネパール王国までわずか15マイルであった。四ク王国の軍勢は、ダバ、トゥリン、ルトク、ガルトク、 タクラコートの都市を占領した。ゾーラーワルシングは都市に守備隊を置き、占領地を支配するために行政を敷いた。一方、パンジャーブにはイギリスの施設がおもむき、ネパールが新軍に援助を求めている間に軍を撤退するように、宿王に圧力をかけた。タクラコートの陥落を聞いた、清の中倉大臣、もう持は、ラサに降り、宿軍に対抗するためには、 増援が必要であると悟ったが、本国からは援軍が送られてくることはなかった。清はイギリスとのアヘン戦争のため援軍を派遣することができなかったのである。宿軍にガリ地方、ルトク地方の市街が占領された後、チベット軍は反撃したが、ラダックで敗れた。ラダックでの敗戦の後、同年秋にチベット政府はスルカンゼペンドルジェ。 ドカルワノネ大臣を将軍に選んで応戦した。ゾーラーワルシングと彼の従者は、マーナサローワルコとカイラーシュ山に巡礼に向かっていた。彼は道に沿って小さな砦と監視体制を構築したことにより、450マイル以上の荒れ果てた地形に彼の通信と供給ラインを延長していた。タクラコート付近に地誕城が建てられ、そこにはメーターバスティーラームが五百の兵、 九門の大砲と共に置かれていた。だが、陶器に入ると道に雪が積もり峠は通行不能になり、ゾーラーワルシングの最新の心配にもかかわらず、そのような長い距離にわたっての祝軍への供給は失敗に終わった。雨、雪と雷と相まって強烈な寒さは数週間にわたって続き、兵士の多くが陶傷にかかって手や足の指を失った。 幾人かは自分自身を温めるために自分のマスケット銃の木製の部品を焼いて寒さをしのいだ。また幾人かは寒さに耐えきれずに餓死した。チベット軍、漢族からなる新軍はこの木を逃さず、祝軍がこもるチタン城を攻撃するために進軍した。同年12月12日、ゾーラーワルシングとその軍勢は清し、チベット軍と激突した。だが、 両軍が戦火を交えると、早くもラージプートの武将が右肩を負傷したが、彼は左手に剣を持ち替えて戦った。チベットの騎兵は、祝軍の陣地に攻撃を仕掛け、そこにいたゾーラーワルシングの腰を槍で貫いた。彼は負傷し、逃げることもできず、馬から引きずり降ろされ、首を切られた。この戦闘で、祝軍のチベット侵略は事実上終わり、 宿兵300人が殺害され、700人が捕虜となった。スルカンツェテンドルジェ将軍は英雄に祭り上げられ、その優先は長い間チベット西部住民の語り草となった。チベット政府は将軍者た、ワンチュクイエルポと、ウーツァン地方の兵を小詰めとして派遣して、反撃を強め、狩りをようやく奪還した。ダライラマ十一世が即位した頃の話である。 宿軍はすぐにラダックに引き上げたが、清チベットの軍勢は例からわずか1日の地点まで追撃した。清チベットの軍勢は他の宿の守備兵が寄る取り出を一掃しながらラダックに進撃していた。しかしながらメーターバスティー、ラームの軍がチタンで数週間の包囲に立たされていたものの、その前にメーターバスティー、ラームは240の兵と共に ヒマラヤ山脈を横切って、イギリスの拠点であるアルモーラーに向かっていた。清シ・チベット軍が霊を包囲し、戦いを仕掛けた時、ジャンムーから援軍として来ていたディーワーン、ハリチャンドとワズイールラトヌン指揮下の援軍が、包囲軍を撃退した。また、宿軍は川をせき止め、清シ・チベット軍のこもる要塞が水浸しになった。また、清シ・チベット軍はチュシュルに追いやられ、 チュシュルで戦いとなった。このチュシュルの戦いは、宿軍の勝利に終わり、ゾーラーワルシングの敵を撃つことができた形となった。刀、槍、マスケット銃で武装したヨシチベット軍は、イギリス人との接触で、大砲、銃などが近代化された宿軍の強力な兵器に歯が立たなかったのである。軍勢はガリーに撤退せざるを得ず、何人かの将校は、捕虜となり、 例に連れ去られた。だが、宿の軍勢もラダックでは危なかった。というのは、厳しい気候条件は、高知と寒さに慣れていない兵たちにとって、非常に不利であったからである。夏が終わる頃、両軍の間で、例において調停が始まった。1842年9月16日あるいは17日、清チベット軍と宿軍との間でラダックの中心とし、例において、 条約が締結された。宿王国は当時イギリスとの緊張が増していたし、また清はイギリスとのアヘン戦争が終結目前に迫っており、戦争の資金もそこを突きかけていた。結ばれた条約はジャンムーのグラーブシングの邸宅で批准された。この時結ばれた条約により、新朝と宿王国は互いの国の国境を侵犯せず、干渉をしないことが定められた。 また、祝王国とチベットは、双方の友好関係と国境を確認し、通称の援助などについて合意した。さらに、祝王、シェールシング、ドーグラー・オーグラーブシング、チベットのダライラマ11世、真の皇帝はそれぞれ個人においても、友好を保つことが定められた。その後、祝王国は、ランジートシング死後の一連の内紛に苛まれ、 それに介入しようとするイギリスとの関係が悪化した。祝王国はイギリスとの間で発生した戦争に敗れ、1849年に消滅した。ドーグラーのオーグラーブシングは、祝戦争でイギリスに味方した行により、祝王国のカシュミール領を与えられ、ジャムーカシュミール藩王国の藩王となった。他方、チベットの側では、今回の戦争で、 清志が本国から遠平を派遣しないなど、積極的な支援を行わなかったこともあって、清志に対する信頼が由来だ。次のネパール王国とのネパールチベット戦争でも、積極的な支援を行わなかったため、新朝皇帝の天輪聖王たる文殊皇帝としての権威は失墜していった。ありがとうございます。